はいどアルプンテジ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は参戦勝ちなしということで浦和対ガンバ大阪のマッチレビューですね。いやー、振り返りたくないけどやっていきましょうかね、なかなかに厳しい結果というかこれはどうしたもんかねって感じがします。まあ、うん、ちょっときつい言い方をすると2試合連続で退場者出してっていうのが。 あるこれはちょっとベンチワークとしてもだからどうなのか、まあ、70分過ぎまで選手交代せずにでカードをもらっている選手がいる中でなかなかに、ね、難しい展開、まあ、自分たちで結局難しくしてしまった特に前半から点を決めていればなという、まあ、そういう展開ではあったんですけども、まあね、その前にこううだうだ言ってもしょうがないんですけども、えー、中身を見ていきましょうかね、まあ、この試合に関してはサブチャンネルの方でも明日ねレビュー動画を上げようと思っております。よろしくお願い いたしますとということでまずこちら、えー両チーム、両チームスターティングメンバーでございますけども、えー、ご覧のような形でございますね。まあ 裏ラーム2試合連続で大畑選手もね万全ではない中でスタメン起用されましたそして浦和レッズ右サイドバック宮本選手が初スタメンということでさこの辺結構ね若い2人の両サイドバックなんで結構期待はしてまし,ましたしなかなかいいプレーは見せてくれてはいたんですけどもまあ試合結果としてはご覧のとおりになってしまいましたまあ0対1で、えー、ガンバ大阪勝利、まあ、福田選手のゴールで、えー、ガンバ大阪が勝利ということになりました。まあも もちろん、ねうん、トータルでは裏が押す展開ではあったんですけどもやっぱりサッカーというのはもちろんこれサッカーに限らずですけども、ね、基本的にスポーツというのは点を多く取った方が勝ちでチャンスメイク率とか、まあ、そういうものじゃなくてです、まあ、どんなにやっぱり内容が、ねまあ、良くても、まあ、結果としてはまあ0対1、まあ、内容が良かったのかどうかも、ね、そこもちょっと疑問がつくような最終的な結果になってしまいましたけれども、まあ、この試合、一応前半後半で振り返っていくと、まあ、前半戦見ていくと ままあ感はありました、まあ、何の士感かというとやっぱり去年のガンバ大阪戦ですねホームのガンバ大阪戦あの試合をやっぱり思い出しましたねどんだけ攻めても攻めても点が入らない気持ちよく攻めていてもなんかこう最後のところで決まらないまあね枠にしっかり飛ばしはするんですけれどもキーパーに防がれてしまってとか結局ね、うん、得点決めきることができなかったとか非常に前半からねチャンスは作っていたチャンスメークは特に左サイドです浦、ね、和の左サイドは活性 低下していて、ここから何回も何回も、ね、得点機会あったんですけれども、結局、えー、決めきれず、仕留めきれずということで、これがやっぱり売られの今の課題で、得点力不足というか、ストライカー不足というか、まあ、いろんなものが不足している気がしますけれども、ね、こればっかりは気合でなんとかせえとか言ってもどうしようもないんで、ね、最後仕留める形まではできてはいるんですけれども、ただやっぱりこう江坂選手の、まあ、下書いてますけれども、ね、コンディション不良ですかね。なんかこうボールとの フィーリングが合っていないというかまあ、前からですけれどもねちょっと 前回の神戸戦もそうですけれどもねなんかこうチャンスで決めきれないとかなんかこうキックの精度変えたいとかそういうシーンが多かったんでまあ、江坂のコンディション不良というかやっぱり江坂が今ね背負っているものも相当大きいと思うんでねまあ、フロントアレ戦こそ2ゴール上挙げてはいるんですけどもやっぱりこういうチーム状況で江坂自身もこう頭の中がうまく整理できていないというかねそんだけやっぱり多くのことを求めすぎているまあ、これはチーム事情としてもしょうがないんですけれどもというのがあるんでね 決めきれない。坂とかなんかこううまくいってない。サッカーを見るとね。なんかん苦しいんだろうなっていうのは感じるんで、そこはちょっとね。坂を攻めることはなんかできないなって感じがして。今本当ちょっと役割としては相当多いと思うんでね。で、まあ前半からね。岩波選手のパスはやっぱり効果的です。こう体の向きとはちょっと違う方向にパスを出すことができたりとか、やっぱりこう。岩波選手のパスからチャンスメイク結構あったんで、きっかけはやっぱり岩波選手っていうのは多かったです。まあ、ちょっと最後ね。失点シーンに関しては岩波選手に当たってね。ね 決まってしまったんでちょっと岩波選手からしてもねちょっと、うん、悔しいと思いますあのシーンはですねまあただやっぱりチャンスメイクという意味は前半も後半も結局岩波きっかけっていうのは多かったんでねで 結局、後半ね点がなかなか生まれない0 0、まあの状態の時も岩波選手の結局ロングパスからね関根選手が倒されてセットプレーのチャンスを得たりとかなんだかんだでやっぱ岩波がね攻撃の発着点になっているんでねなかなか攻めきれない部分もあると思うんですけどもねまあ、難しいですね、ここれうーん本当ねこの関根、大畑、江坂のこの左サイドここの動きというのは結構流動的で動きは集中でした。人人が関根が降りりててききたらしっかりそのの背後ねあの1人センターバック引き連れてくれくるんで そこの背後、江坂とか大畑選手が狙うっていうのがあるんで、この流動的にしっかり足を止めずに左サイドは、ね、この攻めきっているんで、ここはやっぱり今後も期待ではあるんですけれども、いかんせん最後のところですかね。はい そしてじゃあ後半戦、ですねここは見ていくと、まあ、岩尾選手、退場後本当に即失点ですまあ難しい展開ですよね、こ,のこうなってしまうと2試合連続で退場者を出してしまうというので、まあ、前回の、ね、あのレッドカード、まあ、秋元選手のレッドカードに関しては、まあ、一発レッドだったんで、まあ、これはベンチとしても打つ手はなかったんですけが、まあ、岩尾選手がカードをもらっていたんでそこは芝ともいるんで早く帰る。早くんタイミングとして 難しいところではあったと思,う思いますし、まあ、リカード監督もやっぱり、ね、岩尾選手にかけている期待値の相当大きいと、ね、思うんで変えづらかった部分もあると思うんですけれども退場してしまっては、まあうん、これはどうしようもなくなってしまうんでやっぱりあの失点シーンに関してはまだポジショニングの確認中で結局岩尾選手が抜けてどういう形でまあフォーメーションを組むのかとかそこでちょっとバタついていて変なところにガンバー大阪のフリーの選手が生まれてしまったりちょっとバランス全体のバランスを 書いていた中で、あそこ決められてしまう。まあ、そこはやっぱり難しい。一番だから。 一番注意しないといけない退場後にどういうふうにまあ選手の配置を決めるのか、まあ、ピッチも多分混乱していたと思います、まあ、ピッチも混乱していたしベンチも混乱していたところであると思うんですけどもちょっとバタついていてそこをまあうまく隙をつかれてしまったらあちのみに、うん、あります、まあ、結果としては福田選手のゴールで失点するやっぱそこは福田選手も途中交代の選手なんでベンチワーク含めてまあはっきり言ってしまうとガンバがまあ先に動いて積極的に動いた結果かなっのはやっぱりそこは交代選手の得、え、点、ー 本当、あまりにも痛いこの敗戦は結局、これ3試合、ね、リーグ戦開幕勝ちなしということで3試合勝ち点が1というのは辛いこの3試合勝ちなしが、まあ、3試合連続ドローで勝ち点3です、ね、ならまだ、うん、いいんですけどもなかなかにこの、えー、試合結果試合内容は痛いこう内容はいいんです、このヴィッセル神戸戦もそうなんですちょっと京都戦に関しては内容はちょっと置いておきたいんですけどもしかし、ホームのこの、えー、2試合に関しては 関しては内容は非常に良かったですし、本当に2点、3点入っていってもおかしくない展開であっただけに、この勝ちなしは痛い。内容が結果に伴っていないというのは本当にまあ痛い。だからこゲー、うん、内容がいいとただ言ってもね、どうなんですかね、退場者出している時点で、内容がいいとはもう絶対良かったよねって言い切れない部分があるんで、難しい。90分間で見た時きに、退場者出している時点でね,はあるんでね、内容が本当にいいのか悪いのかというところも含めて、ちょっともう一回考えて欲しいですし、まあ、あとやっぱり、 選手の抗体力って5つあって でね、5人交代できる3回まで、まあ、5人ですけども、ね、交代ができるという中でのこの、ね、交代がなかなかできない点を取るための交代ができないのは相当に痛い状態で、まあ、これモーベルグが多分、ね、3月上旬ぐらいに来日できるんですかねそこはま,あちょっと、ね、まだはっきり分かりませんけど多分できるんじゃないか3月上旬に来日してで去年のユンカーのことを考える多分相当早く使っていくと思います。えもううユンカがが出るのっていうのっっ年前だったんで まあ多分練習開始してまあ合流して合流まで多分数日間隔離期間があると思うんですけどそこから合流してえもうそんな早く出ちゃうのていうぐらいもしかしたらモーベルグに関してもデビュー早まるというか早まらんと困るっていうのが現状で,で松尾選手は多分怪我と思うんです今の状態からしてコロナじゃなくて松尾選手に関しては怪我と思うんですけどこの辺んのまあ得点力ある選手の復帰もちょっとね期待がかかりますとか期待をいない選手にやっぱり期待するっていうのはなかなか。 なんか難しいやっぱりいつも試合に出ているあのレギュラー選手に今日も期待だよねっていうのが一番いい健全なチーム状態ではあっていない選手に期待するというのはやっぱりそれだけチームがうまく回っていないスタメンクラスの選手いつも試合に出ている選手では物足りていないからこういない選手にやっぱり期待してしまうでユンカーもね多分怪我ですねどうもやっぱりなかなか合流も多分、ま、このキャンプのときから含めてですけれどもねキャンプのときからまあまともに多分全体練習もできていない状態 でこれどうなんですかね、もしかしたらこれグロインペインのあの再発とか考えられるのかなっていうのはやっぱりあって、ユンカー選手は最後試合に出たのが天皇杯の決勝の大分戦で、であそこでちょっと1回多分接触があって、トレビザンかペレイラとちょっと接触があって、ね、でカードじゃねえかみたいな、えー、揉めたシーンがあったと思うんですけど、あそこでやってないのかなってなんか僕はちょっとそこを感じていて、だってあの、ね、大分戦の後試合がなくて、別に怪我する場面ってなかったんで、そこからね大分の試合 わっ で、そして、そしてオフに入るわけで、で、この帰国してる時きに、なんか練習中にとか、怪我するっていうのはあんまり考えられない、グロインペインもなかなかね、難しくて、結構ちゃんと再発予防していないとっていう病気なので、これが、えー、なかなかに難しい、尾を引いてる可能性も勝手な僕の解釈ですけどもね、っていうのがあるかもしれない。ってなると、やっぱりもし本当、グロインペインが再発しているのであれば、ちょっともうちょっと復帰まではかかるかなってねやっぱ数ヶ月もともとかかる、ね、あれなんでね、 こ,こから再発していると、まあ、今度こそしっかり完治ということを考えると、本当、あと1ヶ月ぐらいユンカーがいない可能性もある、まあそれこそ無理やり出してね再発,再,再発とか再再発とかされても困るんでというのがあるんで、この裏のフォワード事情は相当に厳しい、まあ木原選手もちょっとね、コンディション的にはちょっと怪我というかね、しているっていう話もあるんで、そこをまあどうやってチーム全体でカバーしていくか、まあ本当、補強、センターフォワードの補強も全然ちょっとお話が、ね、聞こえてこないんで、不安ではあるんですけれども、どういうふうにまあチーム全体でカバーしていくか。 バーしていくかもう点を取るまでのこの形というのはしっかりできているんでそれはしっかり見せてくれていますししかしまあ最後、決めきる選手がいないというのはまあこれはどうなのかっていうのはやっぱりあるんでもう、まあ、結局、サポーターって、ね、知失た激励も大事ですけども最後はやっぱり期待し続けるしかないんでフロンター戦こそっていうのはやっぱり期待したいと本当思ってます。けどもねはい ということでまあ、以上になりますけども、本当になかなかに、えー、厳しい状況ですね、まあ、ちょっと僕はまだ他の会場の試合結果を見ていないんで、ちょっとこれから見ていくんで、えー、あれなんですけれども、ちょっとね、ん厳しいフロンターレと鹿島の結果が、えー、どうなっているのかとか、そこら辺も含めてマイナスはしたか、マイナスはしたですけれどもね、とか含めて、ちょっとんなかなかに順位としては厳しい、でスタートダッシュにもこれ、間違いなく失敗しているんで、ここからの、えー、立て直しに期待をしたと思ってますけれどもね。はい ということで以上になりますね。以上、パラプンテジェリーサッカーチャンネルの常にしよチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。